徳川家持、徳川家持は、江戸幕府第十四代聖夷大将軍。はじめは、第十二代将軍、徳川家吉の返帰を受けて吉富と名乗っていた。ジップ、徳川成行は、家吉の異母帝で、家持は、第十三代将軍、家貞の重帝にあたる。将軍就任の前は、古参や奇襲藩が伊従三代藩主であった。徳川成行 清水徳川家及び、紀州徳川家の当主の着難であるが、父は家持が生まれる前に皇居している。祖父は、第十一代将軍、徳川家成、祖母は、妙僧院。五代所は、孔明天皇の後媒、親子内親王、聖官院のみや。第十三代将軍、徳川家定の後継者問題が持ち上がった際、家定の重邸にあたる義富は、徳川家一門の中で、 将軍家に最も近い血筋であることを根拠、大老で、不代筆頭の彦根藩主、井伊直介ら南紀派の指示を受けて13歳で、第14代将軍となった。八甲下3年、1846年うる5月24日、16日、前に死去した徳川成行の次男として、江戸の奇襲判定、現、東京都港区で誕生した。なお、兄にあたる、 幻聖院、花草明城明大同時は、文政十二年、千八百三十年に死産ている南紀徳川文大二冊。幼名は菊池よ。海英二年、千八百四十九年に、おじで、第十二代藩主である徳川成勝が死去したため、その養子として、家徳を四歳で継いだ。海英四年、千八百五十一年に元服し、当時の将軍。 第十二代将軍、徳川家康より一樹をたまい、吉富と名乗り、同時に、日立之助に任官、十三味に除位された。幼少ゆえに当初は隠居した元藩主、徳川春富が補佐したが、その死去後は、徳川家康の側室を妹に持つつけ家老、水野忠中が実権を握り、伊達千尋、武津宗光の父をはじめとする、藩政改革派が弾圧された。 奇襲藩主としての治世は9年2ヶ月であり、この間の江戸に居続けたまま将軍となったため、江戸三府も奇襲帰国もなかった。安政5年、1858年、一橋派との構想の末に勝利し、直後に、第13代将軍、徳川家貞も死去したために、第14代将軍となった。吉富改め家持はこの時13歳という、若年であったが、第13代将軍、 徳川家定のいとこにあたり、前将軍の最近親ということから、血縁を徳川家康まで遡らなくてはならない、一橋義信を抑えて将軍に就任した。しかし、文久2年、1862年までは、田安義頼が、その後は義信が、将軍後見職についていたため、その権力は抑制されていた。また、この将軍宣言の際、 それまでは新将軍が上座で、天皇直司が下座であったが、尊能の世上を反映して逆に改められた。文久2年、1862年に、和宮親子内親王と結婚した。和宮は、有栖川の宮たるひと新と婚約していたが、幕府の後部合体構想からの要請により、たるひと新との婚約を破棄し、和宮は家持に降下した。文久3年、 1863年、老中、水野忠清、板倉勝清、若年寄田沼依存、稲葉正美らがグブし、3000人を率いて、将軍としては229年不利となる上落を行った。3月7日に参大し、義兄に当たる公明天皇に上位を約束した。また、この際に天皇に対して、政務委任の直命への謝辞を述べたが、これは18世紀末から、 要人や学者の間では言われてきたものの概念的考えに過ぎなかった大政委任が長幕関係の中で初めて公認化、制度化されたものであった。天皇や一橋義信らと共に、鴨神社に参拝しているが、天皇が公式に御所を出たのは二百三十七年ぶりであった。その後、天皇と共に岩清水、八幡宮へ参詣する予定であったが、 これを病と称して欠席する。源氏初演の神前で、天皇から直に上位の命を下されるのを避けた、と申されている。将軍名代として、岩清水八幡へ浮ぶした、一橋義信も、天皇がいる神前に呼び出されたが、急な体調不良としてその場を出している。このことにより、尊皇派書氏は家持ちに反発し、将軍殺害予告の落衆が掲げられた。江戸に、 陸路で帰還した吉信の一行は道中にて襲われている。朝廷は家持の江戸帰還をなかなか許可しなかったため、老中閣の小笠原をさゆきが軍艦と軍勢1400を率いて大阪に向かい、朝廷及び上位派を威圧している。滞在3ヶ月、家持は道中の安全を考慮し、大阪より回路、蒸気船を使い、江戸に帰った。 慶応元年、1865年、兵庫開港を決定した、老中、安倍正虎が、朝廷によって処罰されると、自ら将軍職の寺院を朝廷に上申している。この時天皇は大いに驚き慌てて、寺院を取り下げさせ、その後の幕府人事への干渉をしないと約束したという。慶応2年、1866年、金の馬印を掲げ、 大軍を率いて上落した第二次長州征伐の都城、家持は大阪城で病に倒れた。この知らせを聞いた天皇は天役領の医師である公海経由と福井昇の二人を大阪派遣し、その治療に当たらせた。江戸城からは天正院や和宮の寺院として留守を守っていた大善之助広春院、滝守春院、滝安、滝円滝義安、 高島雄安、浅田総白らが大阪へ急派された。しかしその会なく、同年7月20日に皇居した。去年21万20歳没。遺体はイギリスから8月に購入した長芸丸にて、江戸に運ばれた。9月2日に、大阪を出港し、6日に、江戸に到着している。家持は死に際して徳川宗家の後継者、次期将軍として、田安亀之助。 義しよりの子、後の宗家第16代当主、徳川家里の指名を遺言としたが、それは実現されず、徳川義信が第15代将軍となった。冒頭の憲本着色の絵は、和宮宮蔵とも言われる。制作には、家持ちに父のように慕われた徳川持長が関わった可能性が極めて高い。持長は、本図の元となる、似顔絵を、 家持の四五天商院に送っており、現在は写真のみ、残り茨城新聞社像。こちらは、長州征伐で大阪の陣中にいる際に絵描き、陣羽織を着た立ち姿で表されている。持長は和宮にもこの軍装図に近いと思われる絵を送ったが、和宮は陣羽織姿を、威風、異人老真似にてはご神外だと感じ、持長に、 終わり来たりのお姿にするよう書き直しを求めたという、持長筆、三影の木内氏茨城県立歴史館像。そこで制作されたのがこの肖像画だとも言われ、持長の号から、剣道本と呼ばれる。なお、家持ちには他にも、かの正信の筆になる束帯姿で、雲原園の上げたたみに座した肖像や、画面右上に、寺氏ママ特員様の書き込みがある、陰号本、うず、 幕臣出身の洋画家、河村清が手掛け、かつ回収らにもよくできていると称賛された、秋のリーン肖像、徳川記念財団像などの肖像画が残っている。昭和33年、1958年から35年、1960年に、増上寺の徳川将軍家墓地改装の際、徳川家の人々の遺骨の調査を行った、鈴木直の著書、 骨は語る徳川将軍、大名家の人々によれば、家持ちは酒焼きを沿っておらず、若々しく豊富な紙の持ち主であったという。また、家持の葉の虫歯の度合いはひどく、残存する三十一本の葉のうち三十本が虫歯に、かかっていた。記録などから総合するに、家持はもともと、葉のエナメル質が極端に薄い体質であった上に、大の甘党でもあった。 その虫歯が家持ちの体力を弱め、活気昇進。さらには、医師官の診断内容の相違。高志なら官公の転移は、活気との診断を下したが、西洋医の幕府奥医師たちはこれを流待ちだとして、譲らなかったも加わり、家持ちの命を奪ったのではないか、と指摘している。また墓地改装の際に、和宮の墓の中から家持ちと思われる男性の、肖像写真が発見された。 それまで、家持ちは、義兄の公明天皇に習って写真は、撮影していなかったと思われていた。この写真は、死の直前に、大阪で撮影され、江戸にいる数の宮に送られたものとみられる。しかし写真は、出版写真だったため、発見の翌日に検証しようとしたところ、日光のためか画像は失われてしまっていた。発掘した、歴史学者の山部知行によると、写真の男性は、 長ばまのひたたれに絵ぼしをかぶった若い男性で、法教でまだ童顔を残していたという。写真はその後、和宮のの墓に戻された。家持から返旗を授けられた大名は、維新後に新政府にはばかって、改名、返上したものが多い。括弧内は改名後の意味な。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。